あ、すごい雑談ですよ。こんにちは、早急ジャパンです。メンバーは古川紫音、下川龍也、そして木村愛希の3人で活動しています。メンターは藤井春樹先生です。こちらがチームメンバーの写真です。左から古川紫音、木村愛希、そして下川龍也です。次にチームの背景です。このチームは尼崎創成高校のチームで結成2年目になります。次にロボカップの成績です。古川紫音はロボカップジュニアジャパン西日本2019レスキューシミュレーションで1位、インターナショナルジュニアジャパンオンラインアイクール2020チャレンジで決勝進出、ロボカップジュニアジャパンオンライン2021レスキューシミュレーションで1位を獲得しています。下川龍也と木村愛希はともにロボカップジュニアジャパンオンライン2021レスキューシミュレーションで1位を獲得しています。それでは戦略について説明させていただきます。まずワールドワンについてです。ワールドワンでは基本的に壁沿いを採用しておりますが、マップの状況によっては壁沿いを採用しないこともあります。収集箱に素早く行くためにカラーセンサーやタイマーを使用し、現在収集箱から近いかどうかを確認し、もし近ければ収集箱の方向に向きを変えて進むようなプログラムを作っております。次にワールド2についてです。ワールド2では新しくダイクスラ法を利用した最短経路算出プログラムを利用しております。こちらは最短経路算出プログラムを考えている古川紫音氏です。このダイクスラ法はマップを縦27、横36というふうに分割し、それぞれの場所にコストを設定し、そのコストが一番小さくなるような経路を算出し、収集箱やオブジェクトに向けて動きます。コストについて詳しく説明いたしますと、まずマップが配布された時に壁やトラップなどの位置を見て、大まかにコストや収集箱、オブジェクトの位置を設定します。それから試合中のロボットの情報をもとにコストを除去させたり、収集箱やオブジェクトの位置を確定させていきます。また RR、GG、BB ボーナスを狙う方法としてダイクスラ法を使用し、オブジェクトの位置を確認し収集し、それを素早く収集箱に回収することでスーパーオブジェクトを出現させ、そのスーパーオブジェクトを貯めておき、最後に貯めておいたスーパーオブジェクトを一気に回収し、一気にポイントを稼ぐ戦略を採用しております。ここでは共有とこれからの目標についてお話しします。はじめに自チーム間での共有についてです。現在新型コロナウイルスの影響でチームメンバーが集まりにくくなっています。なのでオンライン上でリモートによる連携、また卒業した歴代の先輩方たちと連絡を取り合い、さらなるプログラムに向けて取り組んでいます。それ以外の共有については他のチームとディスコードを利用した情報共有、また小学生向けレスキューシミュレーション講座に講師として参加して自分たちのスキルを伝えています。次にこれからの目標についてです。こちらは3人でこれからの目標について話し合っている写真です。まず戦略についてです。ワールド1にもワールド2のような最短経路算出プログラムを作り出すこと、ワールド2のダイクストラ法を利用した最短経路算出プログラムの最適化、見えないマップへの対策などを考えています。次に情報共有についての目標です。まず早急主催の練習試合および親睦会の開催、早急のウェブサイトの作成、このウェブサイトでは日本人に向けたレスキューシミュレーションの解説を作成しようと考えています。それ以外の目標です。ニューシミュレーションへの参加、またオンライン上での自チーム間の連携の強化を考えています。ご視聴ありがとうございました。それではプレゼンテーションを始めさせていただきます。これが今回の目次です。今回はチームの紹介と戦略について話します。ではまずチームの紹介から始めます。私たちは早急ジャパンです。メンバーはワールド2のプログラムと
新しいダイクストラ法の研究を担当している古川紫音と同じくワールド2のプログラムの制作を担当している下川龍也と、ワールド1のプログラムの担当をしている木村あゆきの3人です。こちらがチームの背景になります。次に戦略についてです。ワールド1では基本的な動作に壁に沿って移動する方式を採用しました。しかし、マップの状況によっては壁沿いを採用しない場合があります。また、カラーセンサーとコンパスを用いて自分がどの位置にいるのか、どの位置に収集箱があるのかを把握し、オブジェクトが溜まり次第壁沿いの方向を反転することで収集箱に確実に入るようにしています。次に、ワールド2についてです。ワールド2では、新しくダイクストラ法を利用した最短経路ファーストプログラムを採用しております。まず、マップを縦27個、横36個に分割して、分割したエリアごとに、そこに行くまでのコストを設定します。このマップデータは、見えないマップに対応するため、競技中にも常に壁や収集箱、トラップの位置を観測し、マップを更新し続けます。そして、そのコストが一番小さくなるような道を進みます。例えば、どのようなコストである場合、一番コストが小さくなる、この道を通るような動きになります。沼地や壁、トラップのあるロードはコストを高く設定します。見えないマップの場合は、一部の見えている部分のコストを下げて、その部分を優先するようにします。最後に、RR、GG、BB ボーナスでより多くの点数を狙うために、まず、ダイクストラ法を利用して、スーパーオブジェクトを出現させ、それを食べておき、最後に、スーパーオブジェクトを一気に取得して、大量にポイントを獲得するプログラムです。